皆さんこんにちは。コウタロウチャンネルのコウタロウでございます。このチャンネルは僕が大好きな靴とファッションのチャンネルでございます。どうぞよかったら最後までお付き合いくださいませ。本日はお久しぶりなんですけれども、コウタロウの部屋編でございます。本当久しぶりになりましたね。メインの車の方のチャンネルは、ちょこちょことお届けさせていただいてるんですけれども、靴はですね、別にネタがなかったわけではないんですが、随分と長い間、ご無沙汰させていただきました。で、なぜこのタイミングか、と言いますと、そろそろね、春なので、僕も春だから特にこう新しいことをするとかそういうのはないんですが、自分なりにですね、この春、もう少し暖かくなってきたら何に着ようかなとかですね、どんな靴を履こうかなとか、そういうふうに思ってまして、靴クローゼットの中をですね、こう見回してみるとですね、ありましたね。久しぶりに、履く靴、こちらのジョン・ロブのラングトンでございます。この靴ですね、もう買って随分経つんですよ。もう10年は余裕で経ってると思います。ジョン・ロブのラングトンと言いますと、プレステージラインではなくて、ノーマルラインなんですが、わかりますか、こういった感じでストレートティップですが、ここのラインが、つまみ縫いになってまして、この、切り返しというかですね、すくい縫い、つまみ縫い、つまみ縫いになってまして、このヒールカップのところも、こちらの方が分かりやすいかもしれません。こういった感じでつまみ縫いになっているとですね、言います。非常にエレガントな一足となっております。なかなか、我ながら綺麗な状態を保っておりまして、ヒールもまだ一回も交換してないので、このですね、馬蹄のようなタイプのヒール、これが、ついております。まだまだいけそうですね。これも僕の靴としたら、当たり前のモデファイなんですが、ここですね、というようなところに、スティールチップを入れてます。スティールチップ、しばらく履いてないので若干サビも見えますが、この程度でありましたら一度履けば、すぐにサビは飛んでいってしまうので、全然問題ない範囲だと思います。なかなかね、やっぱりこういうタイプの短い、短靴っていうのは、冬の間はね、なかなか履くチャンスがなくって、僕は冬の間はやっぱりブーツを履くことが多いので、自分で持ってることをですね、忘れているぐらい久しぶりに履こうかなと、そういったふうに思っております。ここに箱のですね、タグに書いてますね、ジョン・ロブの、ラングトンの、ここにブラックミュージアムカーフと、こういう風になってます。革の質は、ジョン・ロブとすれば、まさにスタンダードですね。目がこうギュッと詰まったきめ細かい、このカメラでどれぐらい映っているかどうか分かりませんが、こういうですね、見た目はですね、すごくキメの細かいタイプで、履いても、特にこのアッパーの感じが、すごくしなやかに感じます。特にこの靴は、こう見ていただいて分かりますように、ソールがですね、シングルソール、比較的薄めのシングルソールになってますので、僕がね、よくね、自分の歩き方で気にするこの反りの部分ですね、今出釣りが入ってますんで、
手で曲げたぐらいじゃ反らないんですけれども、ダービーとかに比べるとですね、すごく軽くて履きやすい靴になっております。でこの靴を買ったお店なんですけれども、これは、ジョン・ログの、パリ本店になるのかな、まあ、いわゆるパリログですね、エルメス本店に併設してある、お店、行かれたことがある方も多いかと思います。場所はですね、非常にいい場所にありまして、まあ、有名なチュルリー公園、チュルリー公園をですね、ずっとですね、こうチュルリー公園を左手に見ながら、コンコルド広場の方にまっすぐ歩いていきます。でコンコルド広場が見えてきたところで、今度右側にですね、マドレーヌ寺院がですね、まあ、遠くに見えるんですけど、マドレーヌ寺院の方に歩いていくと、フォーブル・サントノーレ通りっていうのに当たりますので、フォーブル・サントノーレ通りに出ると今度また左に行って、まあ、間もなくですね、エルメスの、本店が見えてまいりますので、そこに入っていくと中の方に、このジョン・ログのパリ店がございます。お店がですね、すごく素敵なんですよ。僕はですね、ジョン・ログの、ロンドンのジョン・ログにも、一応ね、お店の前までは行ったことがあります。ロンドンのロブは、オーダーメイド専門店ですんで、中はね、ちょっと覗くぐらいで実際購入したことはないんですけれども、まあ、どちらかっていうと、由緒正しいというか堅苦しいというかですね、ちょっと敷居を感じるようなそんなお店でございますが、まあ、パリの方は、まあ、パリもね、敷居が高いといえば高いです。南西、エルメス本店だし、シャンゼリゼ通りからも、歩いて10分ぐらいかな、まあ、ルーブル美術館からも、歩いて行ける距離ですね。チュリリ公園からなので、まあ、チュリリ公園からもですね、歩いて、まあ、10分やそこらで着くと思います。まあ、ちょっとスモップなというか、人によってはこうお高く感じる、お高く泊まっているように感じるかもしれませんが、まあ、非常にこうラクシュリーな感じで、ね、贅沢な気分を味わわせてくれるショップでございます。で、ただ僕そこ好きなのは、ショップのですね、お店のスタッフの方がすごく気さくで、僕、まあ、何度か行ったことがありますが、これを買った時にですね、まあ、僕ね、割とどこ行っても割とこう、まあ、せっかくね靴を買うので、まあ、吟味するんですよ。たくさん、見せていただきながら、試着も、まあ、1足2足だけじゃなくって何足かさせていただきます、ね、それも僕がこう無理にリクエストするっていうよりは、すごくね勧めてくれます。靴なんて試してみないとわからないじゃないかみたいな感じで、トライしてみろよっていう感じで勧めてくれます。でこれを買った時もこの靴を履きながら、フィットをね、すごく見ていただきながら、まあ、雑談をねするんですよ。まあ、たまたまかもしれませんが、何度かねあそこで靴を買ったことがある中で、やっぱりね、やっぱ分かってるなと思うのが、靴なんてちょっと履いたぐらいじゃ分からないんですよ。試し履きをして、まあ、試し入れというか、まあ、いわゆるこう足入れをして、まあ、5分10分ね、少なくてもそれぐらい履いてみないと、皮も温まってこないですし、まあ、全然分からないと、まあ、あちらの方はね褒めるのが上手です。たまたま、まあ、今でも覚えてるのが、この靴は、買いに行った時に、多分ね、その時は、もうこれ、2足目かな、だったので、ダービーを多分履いていきました。黒のダービーですね。黒のダービーを履いていったんですが、時計をね、もう今、僕の手元にない、IWC ですね。まあ、いわゆるオールドインター。オールドインター、まあ、
ジョン・ロブに合わせるにしてはどちらかっていうとこう職人がたぎというか、あの質実剛健な、しかもね、あの SS の時計、ステンレススティールの時計で、ニシンの時計で、僕それ気に入ってね、非常に気に入って使ってたんですが、その時計をね、あの目ざとく見つけて、まずいい時計してるねみたいな感じで、褒めてくれました。でひとしきり、まあね、そのアンティークの時計とかですね、そういう話を、まあ、花が咲いた後に、たまたまですね、その時計のストラップをですね、赤いストラップを、してたんです。若干こう、アバンギャルドなというかですね、赤い、リザードの赤いやつかなをつけてて、それをねまた褒めてくれて、まあ、こういう感じでこう時計とね、あのこの黒い靴と、これだったらなかなか合うんじゃないかみたいな感じで君の好み、君のこのね、時計のセンスだったり、このファッションのこう、まあ、その時にちょっと洋服はね、あの何を着てたかちょっともう今や、今となっては思い出せませんが、僕のこの身なりをね褒めてくれて、で、身なりを褒めて時計を褒めて、で、まあ、靴のこのね、ここのこうすくい縫いの、ところとかですね、まあ、革のことはですねちょっと聞いたんですけど、あのちょっと僕の英語力がないせいか、あのいまいち伝わってるのかな、ストロークには分かんなかったんですよ。でもあのこの靴はあの、まあ、エレガントだけど、まあ、丈夫で、あのできれば毎日履いてほしいみたい、まあ、毎日とは言わないんですけども、あの、まあ、頻繁にね履いてほしいと。で、必ず、このね、シューツリー、見えますか、このね、シューツリーを必ず一緒に、購入して、欠かさず入れろと。シューツリーを入れて、でケアはそんなに、あの特にこうこれといって難しくないと、普通に、履いてれば大丈夫だと。まあね、この靴が好きというよりは、まあ、そういうこうね、こうまあやっぱりなんせパリだし、パリロブのね、ショップの店員の方にそういう風にこうね、あの褒められるとね、ついつい買っちゃったというですね、そういった思い出が、あるこの靴でございます。で、まあかれこれ、まあ、10年は経って、まあ12、3年もっと経ってるかもしれないですけども、まあ今となっては廃盤になってます、ジョン・ロブのラングストンなんですけれども、もしあのちょっと年代が違うよっていう、あのおっしゃる方は、お気づきの方はコメント欄にでも、ぜひ、コメントよろしくお願いいたします。多分12、3年ぐらい前だと思います。そんなにね長い間ラインナップに載ってなかったので、日本のサイトでも、まあ、数年もあったかな、まあ何年かだと思います。定番というよりは、その2010年ちょっとぐらいのかな、にラインナップがあった、この、ジョン・ロブのラングストンでございます。なのであのちょっと話それましたが、あの特にね、これといって、すごく変わった磨きなどはしておりません。まあ、若干この2のところをね、軽く、ごく軽くポリッシュを、入れている、その程度でございます。こんな感じで、まだまだ、ソールの減りもね、まあ、全然ね、全然もう、ピカピカと言っていいぐらいの状態ではないかと思っております。このジョン・ロブのラングストンでございますっていう感じで、まあ、いささかの思い出話とともに、こちらのですね、僕が今年の春、また、まあ、思い出して履こうと思っている、シューズのご紹介でございました。まあ、もしですね、また機会がありましたら靴磨きですね、まあ素人磨きなんですけれども、あの、まあ、プロの方のね、靴磨きの動画たくさんあるので、まあ、普通に、素人仕事で、靴
磨きをしていれば、まあ、これぐらいの十数年経ってもこれぐらいの状態は保てる、まあ、そんなメンテナンスもご紹介差し上げたいと思っております。もしこの動画を気に入っていただけましたら、チャンネル登録、それからグッドボタンで応援の方をよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。